78.5午後1時を回りました。ここからのコーナーはラ・モエコショーをお送りします。このコーナーはグラシアフラメンカの提供でお送りします。ということでお話はラ・モエコさんです。よろしくお願いします。早速、はい、メッセージがあら届いてるんですけど、最近よくメッセージ届きます ね、ファブレット替え玉っていう名前で今回萌えネームって書かれてます。ここ専用な感じ。なんかこういう話してたら誰か分かりますよね。そうですね。日本三大萌えのラ・モエコ様、朝様、はい、ほやほー、ほやほーしかもらってないです。あ、それだけ挨拶だけいただきました。ありがとうございます。ほやほー、ありがとうございました。前回の時に、ね、はい、差し入れといいますかいただきまして、そうですね、さっきその話してましたよね。ちょうどその後にメールふっと見たら入ってました。すごい、いつもありがとうございます。美味しかったですよ。もうすぐなくなっちゃいました、すぐなくなってしまいましたので、はい、いつでもお待ちしてます、ね、催促してるいや本当に美味しかったですよね、あれね。なんかおつまみでしたね、大好きなんですよ私、おつまみ系が。お酒全然飲まないんですけど、言ってましたけどね、そう、おつまみは大好きで、お茶に合うんですよね、おつまみって。いいですよね。そう本当にそうなんですよ、本当にまたお待ちしております。ありがとうございます。さて今日は雨、はい、すごいですよ今ね。さっき見てたけど、そこのスタジオのね、外にこう屋根があって、はい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 、そこからもう今滝のように滝になってますよね。修行できそうな感じです。私が FM 北九に来た時間12時前だったんですけど、はい、その時はもうパラパラっていう感じだったんですよね、結構今降ってますね。今結構ね降っておりまして、そうで、こんな日に限って私バスじゃなくて歩いてきたんですよ、なぜか。なんでですかね、わかんない。いつもだったらバス乗ろうっていう、そうバスね乗るんだけど、今日はなぜか歩いちゃって、そしたら意外と道ってデコボコしてるんだなっていう、そのすごい水たまりがいっぱいあって、もう避けられない。避けられないんですよ。本当にこう水が溜まってないとか歩こうって思うけど、避けられないぐらいの溝っていうか、へこんでる、へこんでるところで、ね、水たまりになっているみたいな感じで、そうだから、こんなにへこんでんだなと思って、なんかちょっとそう北九州の小倉のね、その街中の道路。へこみすぎやろって思いました。なかなか実感するときってないですよね。そうやっぱね普通に歩いてるときってそんな気がつかないじゃないですか、だけどこんだけデコボコしてたらやっぱりね、歩きにくい人とかもいるだろうなってちょっと思っちゃいました。今日はそう考えながら来られたわけですね。勉強になりましたね、そういうの。しかも萌子さんいつもロングスカートじゃないですか。そうもうびちゃびちゃですよ裾が今、しかもくるぶしぐらいのね、上げてきたんだけど、やっぱだんだんね重みで下がってきちゃって、その気づいたら濡れてて、濡れないようにすごい上げてきたつもりだったんですけど、裾を、びちょびちょだった。さっき見たら風邪ひかないようにね、これ絶対乾かないですよね、これ。もうなかなか乾かないから、もう家帰ってね、レッスンの前に着替えるしかないですよ ね本当本当、家帰る時間ないな今日。あ、そっか、このままレッスンに行くわけですよ ね。でもねすごいびっくりしたのが、今履いてる靴下が、はい、もちろん靴の中もびちょびちょだったんですけど、さっきちょっとお手洗いで、トイレットペーパーってもらって、で拭いたとか水気取ってみたんですよ、そしたらね、もう乾いてるかもしれない。なんかそんなに気持ち悪くないです。あ、本当に。この靴下すごいかも。どんな靴下履いてるんですか。安物ではないっていうことですね。そうですね、はい、いいやつです。いいやつってまあどうでしょうね、私ももし自分が履いてる靴下がびちょびちょになったら、まだ乾いてないはずですから、そう、水分取ると意外と、これ意外とすぐ乾くかもと思って、まあ靴が濡れてるんでね、またその濡れた靴に足入れちゃったから、また濡れてるんですけど、でも靴下だけだと、もうちょっと水分取ったら、もう水気が本当なくてびっくりしちゃった。へえ、すごいです。どこの靴下だろう。魔法の靴下。最近ハマってるんですけど。最近ハマってるやつ。そう、すごいいいですよ。体幹が整う靴下。前回の時にねちょっとそういうお話、そうですね、はい、下着とか靴下とかいろいろそういうアイテムを最近。なんか好きでっていうかハマってて、下着だけじゃなくて靴下もあるんですね。そうなんですよ、ソックスとか、ハイソックスもあるし、はいはい、まあ、いろいろねあって、すごいね体にいいやつばっかりなんですよ。で
本当ね、私若い時から全くそういうのやってこなかった人なんで、うんうん、急にね最近 美と健康に遅い。いやいやいや、まあ、そういうのはもうそんな年齢ね重ねても全然遅くないですよしない方が ねでもなんで若い時やんなかったんだろうと思って。若かったから、そんな悩みがなかったからじゃないですか、ね、いやいや悩んでたはずなんですけど、でもなんかこう姿勢とかそういうのは大丈夫でしょ、うん、姿勢はまああのフラメンコしてるんで、ね、フラメンコしてるね、全然その普通の人よりは姿勢はいい方だと思うんですけど、うん、そうねえ、ね、私若かったらやっぱりこう閉まってるとかやっぱ閉まってたりとか、うんうんうん、全然それに対してはなんかこう悩みはなかったと思うんですよね、今に比べれば、今に比べればね、うん、今はなんかこう年齢とともにいろんなものが下がっていくとか、ね、なんかそういう悩みがちょっとずつ出てくるとそうでしょう、うん、やっぱりね大体こうね私たちぐらいの年齢になるとみんなね気づき始めるというか、うんうん、でだから私もそれで気づいたのかもしれないですけど、うん、あれみたいな、まあ、その時には若い頃にやっときゃよかったなって本当 ね思ったりしますけどですよね、うん、そう全く何もそういうのやってこなかった人なんで、うん、まあでも今からでも、ね、いくつになってもまあどのぐらい変われるかなみたいな、うん、今から自分がそういうのに目覚めたとして急にふって思ったんですよね、うん、で思ってたらなんかそういうのを取り扱っているところと出会って、うん、あこれはもう縁だわみたいな感じで、そう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 、いや女はいつまで経っても綺麗になりたいという ね、 いね思いってありますからね、あるですよねやっぱ ねすごいそう思いました自分も、ねうんうん、いやこれからのちょっと萌子さんを見つつ、はい、そうですね、うん、もし私が変わったら、うん、変わったらみんなびっくりしてくださいですね、その時も聞きますね、あのやっぱりあのそれを売ってくださいみたいな、そうですね売ってください売ってくださいさてさて、はい、前回の放送から今日までって何か変わったこととかありますか、うんうん、前回何いつでしたっけ5月のそっから何日でしたっけ前回の5月の30何日とかですかね、あ違うわ、あそうです、ね、25とかそんなじゃなかった、あそうでしたっけ、ね、そうそうそう本当これ第2第4ですから、あそうですよね、そうそうそう5月の25ですね、25、うん、ぐらいから、うん、へえそんな経ちます、そんな経ちますよもうねあのいつものようになんですけれども、はい、萌子さん忙しすぎてちょっと分かんなくなってるっていうね、いやほんとね、うん、そうですね、うん、そうですねって全然そうなんですよ、なんか今6月、はい、今日 8?8 です。8ですよね。そっか。まあ、この番組は第2、うん、第4で。ですよね。ただ、あの、先月が31日が水曜日かなんかだったんですよね。うん、あ、そうですよね。うん、だから、あなんかちょっと長く感じるみたいな。感じたのかな。別に第5があったわけじゃないんですよ。ですよね。あ、そっかそっか。うん、木曜は、そっか。その次の木曜は6月1日だったんですね、はいはいはい、なんですけれどもね、宮崎行ってきました、宮崎、そうそうそう、全然フラメンコ関係ないあれなんですけど、もう完全プライベートだったんですけど、うん、宮崎とあと舞台を見にキャナルシティ劇場、うーん、はい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 、に行ったんですよ、へー、うん、そうそうそう、あの宮崎は何をしに行ったの、宮崎はですね、あのバーベキュー交流会っていうのがあって、あなんかこう前回言ってました言ってましたっけ、ね、うん、そうそう、あの西野昭弘さんってね、そうそうそう、お手伝いをしに行くって言って、はい、うん、あの絵本作家もやってる方なんですけど、うん、その西野さんを、まあ、迎えてのバーベキュー交流会っていうので、うん、ちょっとあのスタッフとして参加させてもらって、はい、うん、そうそう宮崎久しぶりに行ったんですよ、うんうん、ええ、面白かったです、西野さんと話はできたんですか、まあ、あの本当に世間話程度ですけど、うん、はい、あのなんか、まあ、スタッフだったんで、うん、西野さんが来た時に、まあ、あのスタッフじゃなくてもう純粋に参加者として申し込みされてた方たちが、うんうん、まあ、あのなんていうかな、焼き場が点々と何か所かあって、はいはいはい、でそれで、まあ、せっかく西野さんがもう来たので、うん、じゃああのそれまではそこの焼き場にいる、まあ、参加者の方たちが自分たちでお肉焼いたりとかいろいろしてたんですけど、うん、あの西野さん来たんでじゃあちょっとスタッフさん代わりに、うん、あのこれ焼いてあげてくださいみたいな、はい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 、でちょっと焼き場に行き、うん、焼き鳥をこう焼いてたんですよ、ね、うんうん、まあ、そしたらそこに現れて、ええ、焼き鳥いりますとか言ってくださいみたいな、ああいうなんかこう芸能人の方ってどうですか、はい、あのテレビで見てるままな感じ、なんかもっとこう気さくだったりとか、あなんか、うん、
全然なんていうのかな、こう威圧感ない感じのこうね、うん、やっぱりね芸能人だったりするとちょっとこう、はいはい、ピリッとしてる人はしてますよね、そういうオーラが出てたりとかするじゃないですか、でも全くなくて、うん、なんかあすごいなみたいな、その柔らかい感じの、はいはいはい、もう全然人を跳ね返さないっていうか、うん、だからやっぱすごいこう優しい感じの、うん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 、オーラがね出てたので、私も全然緊張せず、うん、普通に喋りかけて、なんかオーラがむちゃくちゃすごい人って緊張しますよね。そういう人もいますよね、うん、そういうなんか人を緊張させる、うん、あのオーラを放ってる人ってやっぱりいるんですよね、うん、だけどまあ大体いろんな、私もいろんな人に会ってますけど、はい、大体こうなんて言ったらいいんですかね、そうじゃない人の方が多いかもしれないですね、そのピリピリさせない人の方が、ええうんうん、多いかもしれないですね、なんかお題とかあったんですか、そのお題、うん、なんかこう何かについて話しましょうとか、あそういうのが、いやいやそういうのはなく、もう本当にフラッとなんか各、うん、あのブースに西野さんがそれぞれのところに自ら、うん、行って、でそこにいる人たちとおしゃべりみたいな、うん、あ本当に、うん、なんか多分そこに出た話題に、うん、関してこう答えるみたいな感じで、そうそうそう、じゃあその宮崎に行った時はそれだけ、うん、他にはいやもうそれだけで行きました、うんうん、いやでも面白そうですねそうやってね、そうですね、うん、でまあそこでね全然あの知らなかった方にも会ったりとか、はい、で北九州から来てる方もいて、へえ、うん、でそれがたまたま私の生徒さんの知り合いだったりとかしてびっくりしたみたいな、そこで何かがつながってたっていうそう、ええー、みたいな感じで、やっぱご縁ってね面白いですよね、うん、面白いですね本当、うん、もういつ近い人に会うかっていう分かりませんね、そう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 、宮崎でですもんね、そうなんですよまさかと思って、なんか北九州って話し声が聞こえたから、うん、え今北九州って言いましたとか言って話に入っていって、うん、そしたらあーとか言って、うん、私知ってますとか言って言われて、うん、えなんでですかって言ったら、うん、あの聞いてたらしくて、うん、私が行くってことをあの共通の知り合いの方が、うん、でだけどまあねバーベキューの交流会だし、はい、あのたくさんの方が参加するので、うんきっと会えないよねって言ってたらしいんですよ、うん、そしたら会えたとか言って、しかもすぐ始まってすぐに会ったんですよ、あ本当ですか、うんうん、え全部で何人ぐらいいらっしゃったんですか、結局60、70弱ぐらいですかね、うん、いたみたいですよ、うん、えそういうのって、はい、その西野さんの、うんまあ、ファンの方っていうかが立ち上げる、うんうんうん、そうですねイベント、はいはい、どういうの見れば分かるんですかそういうのってね、なんで どういうの見たらいいんでしょう、西野さんのホームページに別に載ってるわけではないし、ホームページとかはなくて、うん、あのまあ主にはその西野さんのオンラインサロンに入ってる方だったりするんですけど、だからまあサロンのメンバーさん向けにこう発信っていうか、うんうん、でも主催してる方はその別に西野さんのなんて関係者っていうほどのあれじゃなくて、まあでもお笑い芸人さんで宮崎であのやってる方なんですけど、でだから SNS とかですかね、そういうことチェックしてれば出てくるのかな、いやそういうのがあるんだなと思ってですよね、普通わかんないですよね、なかなかですね、そうで今度ねだから8月西野さん北九州来るんですよ、おお、はい、それは講演会で、ええ、あの来るみたいなんですけど、だからバーベキューじゃないんだけど、まあ、それも私スタッフで参加しようと思ってて、まあ、そこはね、うん、主催の方が前私があのイベントした時に一緒に実行委員をやってくれた方なので、はい、まあ、ちょっとお手伝いしてほしいって言われたので、もちろんっつって行きますよっつって行ってくるわけですね、はい、なんかでもこう主催者の方が違うけれども、うん、西野さんっていう、なんかこうすごいですねそれも、そうですよ ね、 ね、うん、面白いですね、面白だからやっぱフラメンコだけやってると出会えない人たちと、うん、まあ、そういうところで出会ったりとか、うんうん、そういうのも面白いなと思って、いやでも楽しんでいらっしゃったんですね、はい、よかった、楽しんできました。そして、はい、ステージ、うんうん、演劇、あ演劇で、ね、うん、そうですね、シカナルシティ劇場に久しぶり行ったんですけど、うん、それはね帰ってきたマイブラザーっていう、うん、あの舞台で、うん、水谷豊さんと、はいはいはい、誰だっけ、段田康則さん、うんうん、高橋勝美さん、勝美さん、堤真一さん、うんうん、全部言ったかな私あと寺脇康文さんですかね、うん、か相棒の2人が出てて、はい、
それもすごいじゃないですか、うん、すごいですね。そうそうそう、うん、で私堤さんのすごいファンなんですよ、うん、だから久しぶりに、うん、そう舞台見に行きました。結構行ってたんですけど、うん、でもここ何年かやっぱ行けてなかったし、うん、多分地方公演をやってなかったと思うんですよね、うん、あの東京の方とかでは、ね、はいはいはい、しょっちゅう舞台あるんですけど、うん、だからあ福岡来るじゃんと思って行きました、うん、だんだん復活してきましたね、そういう、うん、だってあのコロナ禍だったら舞台が復活したとしても、うん、やっぱ東京ばっかりだったりとか、うんうん、そうですよね、そんなに大きなところでできなかったりとか、そうそうそう、ね、オンラインが多かったりとかしましたけれども、うんうんうん、こっちまでね、そうなんですよ、うん、来てくれて、うん、これからどんどん増えますよきっと、ね、元に戻ってきたなって感じです ね、 ね、うんうん、いやなんか癒されるそんな時間過ごしてますねそうです ね、 ね、だから結構インプットをやっぱりたまにはやんないとっていうのもあって、うん、そういう舞台だったりとか、うん、ねだし、まあ、先週そう先週はね男組また見に行ったんですよ。あ本当ですか、今思い出したわ男どこに、それは、ね、熊本です。熊本に、はい、もうこれ追っかけですね、まあ、あの本当はね福岡見に行きたかったんですけど、うんうん、平日だったからもう行けないなと思って、うん、レッスンあるしって、うん、でちょうど九州で行けそうなのが熊本だったんですよ、うん、日曜日だったから、はいはい、じゃあ行こうと思って、へ、はい、なんかそういう風にこう音楽だったりとか舞台だったり見て、うん、やっぱりこうフラメンコにこうつながって、うんうん、つなげるものってあります？いやあると思いますね、うん、私はだから結構生徒さんとかにも言うんですよ、うん、あのフラメンコだけじゃなくて、うん、いろんなジャンルのステージ、うん、舞台とかコンサート、うん、見た方がいいですよって、うんうん、やっぱりそこで見て感じたものって、うんうん、その自分が出したい出したい時に、うん、あのインプットしてないと出せないですよね。だからその感じたこと、はい、その感情的な部分っていうか、うん、そういうのって別にジャンル関係なく、うん、やっぱりこうエンターテインメント見た時に、うん、あすごいって何か感動したもの、うん、でそれを自分がじゃあステージで何、うん、出したいと思った時に、うん、感動を知らないと出せないって思ってるので、はいはいはい、やっぱりだから私はなるべく生のものを、うん、あのちゃんと見に行くようにしてますね。インプットが必要ということですね、うん、ですね、だから想像だけでは出せないと思ってるので、うん、やっぱり本当に生で受けたもの、うん、エネルギーとかを自分がこう受け取ってるから、はいはい、そういうものを出せる、うん、から、うんね、とかやっぱり舞台とか、ね、勉強になるし、うん、その見せ方だったり、うん、全然ジャンルは違うんだけど、はい、でも通じるものは絶対あるなと思ってて、勉強になります、ね、私もなかなかねあのインプットしにっていうのが、はい、あそうですか、たまに行きますけど、ね、うんうん、たまに行くんですけど、そんなに萌子さんみたいに動き回る感じではないので、うん、ねフットワークが軽すぎるんで、もう本当に思い立ったら行っちゃえみたいな、まあでもそれ必要ですよね。そうですね、そうあんまり考えずにピューって行っちゃうので暇だったら暇だったら暇があれば暇があればっていう、でそういうの時間使うのがうまいですよね。まああのね隙間を本当埋めたくなっちゃうので、うん、あここ行けそうだなと思ったらすぐそこをねその休むとかじゃなくて、うん、外に行っちゃうんですよね。行っちゃうっていう、こもらない、うんうん、まあ、そういう時間の使い方もね考えながら ね自分をどういうふうに見せるかとか、うん、自分の舞台につながっていくものとか、うんうんうん、そうですね、そういうのをね、うんうん、やっぱりもう受け取っていかなきゃいけないんですよね、はいはいはい、そう思ってます、勉強になりますさあそれではここで一曲お届けしましょう、はい、お願いします。はい、それではアモール。そう日の光浴びてこの体中に溢れる、でも愛で満たされて心の中こぼれる、冷え切って震えるその She
輝く瞳、無邪気に笑う、その笑顔を守りたい。ジェノデアモン、ジェノデアモン、ジェノデアモン。ここでお知らせです。グラシアフラメンカは西小倉駅前にあるフラメンコ教室です。楽しむことをモットーに、踊ることの楽しさ、そして体を使って表現することの楽しさを実感していただけるよう、毎回心を込めてレッスンしています。人生に潤いと情熱を与えてくれるフラメンコ、実際に体験し新しい自分を発見してみませんか。グラシアフラメンカでは月一度ホリデー入門クラスを開催しています。ご興味のある方、どうぞホームページをご確認ください。さあ、萌子さん、はい、今月は、うん、こちらの、ホリデー入門クラスは、はい、今週の日曜日11日と24日ですね。2回ありますね。はい、2回設定してます、はい。24日ということで、なのでもし興味ある方はホームページからのお問い合わせからメールください。はい、うん、はい、これって、うん、やっぱりこう月、まあ、2回ぐらいしてますけど、はいはい、人の顔と変わってきました？いや、もう今ね固定になってますね。だいたい毎月1回来てくださる方がいて、うんうん、うんうん、ですね、うん、はい、まあ、でも、まあ、新しく、ね、入ってきても、うん、本当に最初の入門だから不安なく、そうですね、本当お試しというか体験という感じで、うんうんうん、感覚で皆さん来ていただいてて、ただ、まあ、毎月、ね、定期的に来てくれてる方はやっぱりそれなりに、うん、振り付けとかも進んできてるし、やれることもだんだんこう増えてきてるというかね。うん、入門クラスは入門クラスで、はい、そのもう出来上がってきたら、うん、その次のクラスに行くのか、うんうん、それとも入門クラスだけのなんか発表とかもあったりするんですか？いや、入門クラスだけの発表っていうのはねやったことないですね。だから、まあ、もう入門クラスが終わったら、うん、まあ、大体次のステップに皆さん行ってもらうようにはしてるんですけど、ただその絶対上に上がらないとっていう決まりもないので、なんかずっと入門クラスにいる方とかも、うん、たまにいたりします。うん、まあ、月に、ね、1回2回ありますけれども、はい、2回とも絶対行かなきゃいけないっていうわけじゃないでしょ。そうなんですよ、うん、そうそう、もう本当オープンクラスにしてるから、うん、誰がいつ来てもいいよみたいな感じなので、うん、そう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 、まあ、それはそれで気楽ですよね。そうそう、ね、ね、うん、さて、そうやって、はい、入門クラスの方も生徒さんいらっしゃって、うんうん、で他のクラスも、ね、たくさん生徒さんがいらっしゃるグラシアフラメンカさんなんですけれども、はい、
まあ、これから発表会に向けてというね、もう今、うん、本当にまさに、うん、もう来週末なんですよ、本番が6月17、はい、もういよいよ、うん、いよいよですね、いよいよですね、もう早かった、ね、今追い込み、結構みんなだから自主練習とかも皆さんやってるっぽいし、ね、クラスでももうずっともう踊り込みであって、何回も踊ってみたいな感じでやってるんで、本当にもういよいよ来たって感じですね。なんかドキドキしてるでしょうね。ね、やっぱりこう2年に一度にしてるので、はい、あの大きな発表会というのですね、だからやったの前回2021年なので、ね、やっぱね2年経ってるからみんなもね、はいはいはい、新しい気持ちでみたいな。じゃあ、 あのラスト1回ぐらい皆さん練習がある感じですかね、うん、そうですね、金曜のクラスだけ今週でが最後か、明日、ですね、はいはい、もう来週の金曜日は前日のリハーサルなのでクラスがないんですよ、はい、ね、緊張するよね、みんな緊張しますよ ね、 ね、ドキドキしてるだろうな、頑張っていただきたいと思います。ですね、はい、まあ、そうやって、グラシアフラメンカさんの発表会、ね、はい、間近になってまいりましたけれども、その他ラ・モエコとしての、そうそう、でその本当発表会がね6月17なんですけど、なんてその翌日に、あのフラメンコライブします。おお、どこで、タンガテーブルというね、あのタンガ市場のすぐそばにあるんですけど、はい、あれは1階がローソン の、 あのブックオフが入ってるビル、分かります、あそこの4階に、タンガテーブルっていう、ゲストハウスなんですけど、そもそも、ゲストハウスがあって、そこの横にカフェが併設してあるんですよね、すごいね素敵なカフェなんですけど、でそこであのライブさせてもらうことに、なったので踊ります。そこは踊りますし歌います、はい、これはラ・モエコとしての、その、まあ、ラ・モエコとしてというか、まあ一応アーティスト活動するときはラ・モエコって名前を出してる、出すようにしてて、踊るときもですね、なので、まあ、あのラ・モエコの曲を歌うかどうかは分かんないですけど、フラメンコライブとして、まあ、あのソロで踊るし、でもう一人歌い手さんが、発表会にも歌いに来てもらうんですけど、山田あかりさんっていう方がいて、であかりさんも実は踊れるんですよ。なので、初めてちょっと踊ってもらおうかと思って、はい、なのでダブルカンテでダブルバイで踊り、片方が歌ってる時は片方が踊って、そう片方が踊ってる時は歌ってる、ね、そうなんですよ、だからなかなかそういうのって、見れないと思います。これはあの入場料じゃないですけど、はい、そういうチャージだったりとか、チケットだったりとかっていうの、そうですね、チケットがね前売り5000円になってて、で当日券が5500円、で、まあ、当日あの会場でワンドリンクを必ずオーダーしていただく、だから別途ドリンク代がかかるっていう感じなんですけど、私と山田あかりさんの他に、博多からふるさこうららちゃんっていう踊り手さんが踊ってくれるので3人、であとギタリストは東京から池川俊和さんという方を招いて、そう、池川さんもね、あれは何年だったか、2021年の萌子ツアーのファイナルの時かな、12月やった時に来てもらったんですよ、北九州に。久しぶりに、あのまた来てもらおうと思って、あとバイオリンも入って、森川拓也さん、豪華ですね、めっちゃ豪華です本当にね、めちゃめちゃ豪華だし、豪華で、だから音楽も楽しんでもらえると思うし、ね、踊りもその歌ってた人が踊り出すっていうのはなかなか見れないので、なかなかレアな、はい、ライブとなると思ってます。はい、ぜひ皆さんお越しください。タンガテーブルです。はい、さあ、その、まあ、6月はもうそれ、そうですね、それが終わったら、まあちょっとね、発表会の次の週は休ませていただこうと思って、あのレッスンは、まあ大体いつもそうなんですけど、休みます。休みます。はい、そして7月ぐらいからツアーあ、そうですね、7月からあの、いよいよね、ラ・モエコの今年のツアーがスタートするんですけど、7月22日ね、熊本でまず、やります。はい、熊本から始まるわけですね。熊本から始まります、ね、これも今年もやってきたって感じですね。やってきましたね。もう本当にあっという間。この間なんか終わったばっかりの気がするんですけどね。ねえ、これからですね。だから発表会が終わって、やっぱちょっとほっと一息と思いきや、
そこからまた別のことが始まるみたいな、はい、始まって、はい、夏以降また忙しくなりそうです、はいはい、じゃあまあ詳しいことは、うん、まあ、ラモエコさんの、はい、まあ、ツイッターだったりとか、はい、フェイスブックで、そうですね、あの、SNS、ホームページの更新がなかなか私遅いので、うん、あのSNS だとねパッとあの、はいはい、いつでもね上げられるので早いんですけど、うん、だからまあインスタとかフェイスブックが早いですかね、うん、ツイッターがねなかなか扱えないんですよね。じゃあ、Facebook かインスタグラム。本当にやってる割にほとんど更新できてなくて申し訳ない。ラモエコで検索していただきたいと思います。はい、また、次回ぐらいになったら、いろいろと詳細は、うん、そうですね、伝えられると思いますので。もちろんもちろん。はい、お待ちいただきたいと思います。お願いします。ということで、あっという間にお時間になってしまいました。今日ね、本当は雨が、はい、まあ、先ほどよりもちょっと。そうですね、滝がなくなってます、ね。滝がなくなりましたけどね。ちょっと小雨になった感はありますけれども、帰り気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます、はい、ということでお送りしましたら萌子ショーでした。それでは萌子さん最後に曲紹介お願いします。はい、はい、では最後にベンテコンミゴスペシャルバージョンです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。